はいどうも、トシボーイズ岸本です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうも、トシボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。はい、トシみなきです。はい、お願いします。子供とかと話したりします自分の子供とかじゃなくて、その小学生とかそういった年代のコーラと今、え、普通に最近。最近うん。いや、話さないですね。例えば友達の子供とか。いやー、もう喋れないレベルが多いから。うん、ま,まだ。 ああ、ちっちゃくってね。ちっちゃい。ああ、そっかそっか、そういうことそんな会話で。レベルって言うから怖えんだよな、言い方が。その、会話するぐらいの大きさじゃない感じが多いレベルが上がって会話を覚えるわけじゃないからさ。まあまあまあ。そうなんですけど、経験ですからね。あんまないです。僕まあ、ちょこちょこあるんですよ。ありますうん、ありますあります。街歩いてたりとか、電車乗ったりで声かけられますよ。はい。そしたら、こんなことを声かけられるんですよ。はい。お兄ちゃんお兄ちゃん 僕ね、あの、この夏場になったら、おっくうになるんだよと。うん、なんでなんでって聞いたら、あの、水泳っていう時間があるだろうって言って。<ー>授業があるだろう、ね、もう、授業が本当に嫌でね、泳ぐのが下手くそで、全然泳げないんだよ。うん、どうしたらいいかなって言われるんですよ。うん、どう答えます気象さんだったら。泳ぎ方がちょっと下手くそで、泳げないんだよっていう子に。休めって。あ、 泳がんくていいと。苦手なことは別に逃げていいんだよまあ、それも一つのいい回答ですよね。僕はこう答えました。それでは、アメンボを喰らえよってね。全然、怖は全然わかんないし。え、何怖いやいやいや、に本当に。アメンボアメンボ。あの、虫のう水に浮いてる。アメンボを喰らえよって言ってやりましたよ。 気持ち悪何この話。はい。あの、そういうことです。何なんすけど、いえ、それ答えになってないでしょこれね、実はね、答えになってるんですよ。どういうことですかあの、昔はですね、アメンボを食うと泳ぎが上達するなんて話があったんですよ。アメンボっていうのはね、水に浮いてますから。だから、あの、アメンボを食えば、そのように水に浮けるんじゃないかっていう言い伝えが実は、新潟県の 西神原っていう地方で信じられてたんですよ。うん、だから言ってやりましたよ。うん、お前、うん、泳ぎたいんか、うん、アメンボクらへよってね。嘘つけ。<laughs> お前が子供と話すわけねえだろ。<laughs> やそこかんや <laughs> 子供と確かに話さないです。すみません。嘘、嘘です。いや、でも、このアメンボを食うと、水泳上達するっていうのは本当なんですよ。上達するしないは分からないですけど。あの、あ、あ,あくまで噂というか。いい伝えとしていいあるんですよね。はいはい、まあ、水面を自由に泳ぎ回るという姿がやっぱり美しいということで、うん、うん。で、本当に食うって、まあ、あの、うまくなると信じられていたんですね。うん、で、 日本に限らず、韓国でも実はですね、アメンボを食うという報告があるらしいんですよね。<ー>うん、で、ちなみにこれも、鶏とか犬が、アメンボを食べると、うん、水泳が上達するんではなく、死ぬって言われてるんですよ。<ー>うん。これちゃんと記述もあります。うん、はい。で、高知市とか鹿児島あたりでは、発熱には、アメンボを煎じて飲むといいっていう逸材もある。 うんうん、この名前の由来というのはこの虫を捕まえると飴の匂いがするところから来ているという説が有力っていうあめ実は結構面白いんですよ、えー、あめじゃないんだねそう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 あ玉の飴玉のそれを、まあ、虫を捕まえると飴のような甘い匂いがするということから、えー、気持ち悪いな虫食うやつはごめんなさい、うん、そっかあでもこんなんが続きますあ続く、ね、はい。まあ,あ<ー>虫に限らずですけど 生き物の、そうですね、うん。そういった俗信というか、ね、そういうものがもしかしたら飛び出るかもしれません。<laughs> 飛び出るって。<はい S 2> 間違えてね、飛び出るかもしれません。はい、以上です。それではいきます。早瀬うるるん滞在期。はい。はい、はいこれはですね、私が涙するほど感激したりとか、悲しかったりとか、怒ったりするときに話す企画なんですけれども。はい。はい この間ね、丸山町階段亭というですね、イベントに参加させてもらったんですよ。はい。これがですね、北野誠さんが選んだ人たちっていうのが、このイベントに参加するみたいなものなんですよね。はい、うん。だからドラフト制みたいな感じですよ。ああ、だから、オーガナイザーみたいな形っていうか。うん、そうですね。はい,はい。で、この人が、 じゃあ、話してもらって、この人ここで話してもらって、この人ここで話してもらってっていうような、うんうん、でかなり長く続いてるんですけど、今回から、ちょっとリニューアルして、丸山町会談亭というイベントの名前に変わったらしいんですよ。うん、あ、名前が変わった名前すら全部変わって、はいはい、かなり長く続いてるんですえっとね、1年経って変わったんですってよ。前のが丸山町会談クラブっていう名前で。そう、YouTube もありますね。1年はや,やってなくかったとそう。 久,し久々に復活だと言って、丸山町階段っていう名前を変えて。うん、まあコロナとかもね、ったからう、ね。うん、多分ううだろうな。なんですけど。うん、で、最初声かかって驚いたんですよ。うん、僕に。うん、その階段っていうので、ね、うん、そんな僕らって活動してないじゃない言うても、うん、普段ね。だから、 声かけてくださってるのはすごい嬉しいなと思ってラジオに出させてもらったじゃないですか僕ら<う>だからそういうところとかあと田中さんとかと一緒に出させてもらった、うん、また別の北野真子さんのイベントで気に入ってもらったのかなと思って嬉しくって、うん、あ参加させてくださいって言って出るんですけど、はい、やっぱり普段横に岸本さんとか横並びたくさん人がいるから横並びで話すのは慣れてるんですけど一人でポンと出て、うん、階段を20分って言うんですよあ結構長尺そう20分話して、うん、で 次、山優さんにバトンタッチ。ええ。みたいな、えー。はいはいはい。必通と思って。まあなかなかきるかなスタイル階段イベントだね。ふざけるのも違うし。まあ、どういうのをね、求めてるかちょっと、あの、 わかんないけど、イベントを知らない。以前の、その丸山町の階段クラブさん、DV でされていて、それを担当者さんが送ってくださったんです。こういう空気感ですよって言って、なんかふざけてたとか、なんかありがいいなと思いながら見たら、ど真面目階段なんです。なるほど、なるほど。まあまあまあ、あるでしょうね、そら。こりゃ、別に、こりゃあるでしょう。こりゃやべえぞと思って。で、さっきも言いましたけど、メンバーが、僕がいて、で、 えっと、山優さんが入るんですよ。二十、うん、25分やったかな、うん、話す。そしたら次に、川奈さんと、美輪奏者っていうのかな美輪奏者の坂田さんですね。このお二人が出て、その後にまた山湯さんが出て40分階段話すんですよ。え山湯さん。最後40分山さん。階段一本四十分。40分。すごいよね。<laughs> 考えらんないでしょ。 40分。あるから、うん、40分尺の階段そう。で、その後に、出演者全員が並んで、まあ、トークですよね。うん、クロストークをする、うん、みたいな流れなんですよ。はいはい、で、もうね、僕、そんな実は、緊張はしない方なんですよ、普段。はい、うん。楽屋ではガタガタ震えてるけれども、出りゃまあ、全然、みたいな。うん、もう、 何百はこなしてるし、イベントもね。うん、だから大丈夫かなと思ってて、で、現場入りするんですよ。うん、緊張したんでしょうね。うん、時間間違えてもうて、うん、むちゃくちゃ早く入ったんですよ。うんうん。なんかよかったな、早くて。まあ早くてね。2 3、う、二、ん、三十分ぐらい早く入って、え、うん、30三十分後ですよって言われてさ、さ、うん、えあ、あ、 そうすみません、なんか緊張してるのが、早く入っちゃいました。で、ユーロライブですよ。あまあ、30分なら、まあまあ、うん、まあいいけど。しかも、行き慣れてるとこじゃないですか。ユーロライブはあんまりあれだけれども、のの下の、そうそうそう,そう、ロフト内のとこやから行き慣れてるのに、うん、なんか遅れたらあかんって言って、なんか時間配分間違えて30分くらい早く行っちゃったんですよ。まあまあまあ。誰も、オラン楽屋に通されるのかなと思った川河さんいらっしゃってて。あ、すごい。さらに早く来てる。 と思って、うん、川名さんとビワ奏者の坂田さんいらっしゃってて「うん、えなんでこんな早いんですか?」って言ったら「我々はビワと階段を合わせなきゃいけないから,から、ねうん、皆さんよりも早くに入ってるんですよ」って言って「があるんだわすごいと思ったら「ベンベンですよ、うん、あれ挨拶べんべんだみたいな「えっ?」と思ったら<当>ただたら僕の挨拶が小さすぎて聞こえなくて「うん、調律」って言うんですか坂田さんは調律をしていて。 それ多分聞こえなかったんですけど、べそのタイミングがもうバッチすぎて、うん、ちょっと笑けてもって、<laughs> <laughs> ベンベンで返しよったみたいな。言て。で、ビワを見てみると、あのー、4弦なんですよ。うん、琵琶って基本ね。うん、で、これが5弦ある。うん、で、話をしていると、4弦5弦っていう琵琶が普通で、5弦の方が少ないらしいんですけど、うん、それっていうのも、もうあの、流派によって違うんですって。 うん、4弦を使う流派、うん、5弦を使う流派みたいなんがあって、はいはい、で、今、えっと、琵琶の教会があって、そこに登録している人って何人ぐらいいると思います日本に。だから、琵琶で飯を食おうと思って、そこに黒の琵琶としてその教会に登録している琵琶奏者って日本何いると思います琵琶か。琵琶。日本ですよ。全国。 東京だけじゃなく。300。あ、惜しい、200。うん。少なくないですかいや、だって少ないと思った。ビワ、200。そんなにいないでしょ。うん。で、じゃあその中で、登録はいいんだけれど、ご飯食べられてる人ってビワだけで。何人いると思いますま、10分の1ぐらいが、20ぐらい。正解。なんなんえ、登録してるいや、なんとなく。なんなんもう、なんとなく当たっちゃうんだよ、俺。んで多めにやってくれや、だったら。いやいや。 千とか言えやすい、いまず最初から。当てたいから。なんでだよ。<laughs> ぴったしそうなんですよ。二十うん。多分、およそ二十ぐらいでせんと。だから、食べられてる人が、いればたくさんいて、テレビバンバン出るとか、イベントやったら速乾とかっていう人が、うん、何人もいれば、先細りせずに、どんどん増えていくんだけれども、うん、いないから、本当に今ダメなんです。ってってうん。奏者は多分消えていきます。うん、って言うんですよ。その、 持っているビワ自体、中古屋とかで買ったりするんですって。ああ、新規で作ってないってことというのも、あの、新規でビワを作れる人いや、ビワ者じゃなくて、ビワを制作者って日本に何いると思いますいや、もう相当少ないよね。3人とかじゃん。うわ、もう2人。何やねん、おい。外せや。5000人って言えや。ビワ少しはよりもいいんかい言て。そう、こうなんですよ。 二人二人はやばいね。やばくないですかだから、新しいビワって、もうその二人しか作ってないんですよ。だからその人も、だって、作れる個数が限られるし、予約が入ってるだろうから。なくなっちゃうと。で、その二人って、年齢いくつだと思いますいくつといくつって言ってください。60と70。ああ、もうほぼ正解や。80と60です。だから、若い人がいないんですよ。 60が再分かってるそう、最分かって。<laughs> やばいな。いないその業界だからもう、新しいのができないんですよね。そう、何個も何個も。そ,りゃそうだよな、しかも、そも,そもそも求められてないし。 まあ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 。新しいの作って,って需要がね、そんなにいっぱいもん、ね。そう。で、美和ってかなり長持ちするらしくって。うんうん、だから、その、例えば、<ー>お父さん、ね、お母さんとか、もっと昔から代々で引き継いでるものを、私も今、手に持って使っているんです,すとかって。で、他の人らは結構、その古物商さんだとか、<ー>そういうところで美和が流れているものを購入したりとか、ね、あとレンタルしたりするんで、実際、そのお二人に新作として作ってもらえる人って、本当に、 少数はいもうトップの売れてる人とかうんまあ実際だって遊び半分で始めるものないもんねそうなんですよそうだから本気でやらないとって感じ琵琶ってマジで貴重なんですよ琵琶奏者ってしかもお金で坂田さんはその食べられてるうちの一人だと思うんですよねへえこういうところに声かけられていてなおかつ生で聞くと琵琶とんでもなく当然うまいんですようんまあすごいなあていうもので で、そういう話を楽屋で聞いてるんですよ。うわ、うん、すごいですね。やっぱり、えピワってそんななんですかとか、調律そんななんですねとか、調律なんか、この回すとこあるじゃない上のところ。くっぐっと回すとこ。ゲネ、ね、<ー>ルみたいな。そう。うん、それも、数が3つとか、2つか3つあるんですよ。うん、それも、数で流派が違うとか。うん うんうん、緩めるところもそ、ね、るだろうね。まあいろいろあって。ね。あすごく深いな美和、美はちょ、ちょっとやってみたいなとさえ思えるぐらい魅力的なそで音も。うんうん、で、面白いなと思ったら、そこに山湯さんがすっと来られて、山湯さん、今、杖ついてるの知ってる知らない。山湯さん、杖ついてるの今、歩けないの杖なしであんまり。ちょっと、あれあれ、そのレベルなのそうよ。痛風。やば。若いのに。いくつよ。48。 若くねえわ。若くはねえけど。若くはねえけど。48です <laughs> でも。ちょっと早い感じするね。そうなんですよ。通そう、痛風な。しかも、山口さんって、体をもう毎年、まあ、ワースト更新していってて、どんどん悪くなっていくんですよ、うん、毎年。そそうだう、ね、治る年がなく、骨折るとか、転んで、うん、うう肋骨バッチン折っちゃうとか、頭ガッツンと打って、ずっと悪夢しか見ないとか、そんなのばっかりでもかわいそうで、 で、ちょっと良くなってきましたーって LINE でもって交換してたから、ああ、良くなったんよ,よかったなと思ったらすいません、はイさん、痛風です、言うて。うん、う発症というか。そう、杖ついてて、うん、むちゃくちゃしんどいです。ってそりゃそうだろう。うん、もう、痛みが本当にひどいんですって。うん。で、痛、ね、風の人は、怪我を、痛風になったら、あの、病院行かなあかんときに、えっ、ー、とね、気絶した方がいいとさ、言われてるんですって。それ、うん、で,でも気絶しないと、 あの救急車が来ないんですよ。痛、うん、風は。そう、痛風は電話をしても意識があるなら自分で来てくださいって言われるんですって。<ー>だから、気絶した方がいいお兄ちゃんとかタクシーで言われたって言ってました。えー、もう痛すぎて我慢できないって言ってましたうん、うん、もうしんどいしんどい、まあ。風が吹いても痛いっていうねそう。で、今、ちょっと良くなって、杖なしで少し歩けるようになりましたけど、まだまだ痛くってって言って、もう杖つきながら入ってきて。まあ大体、食事とかだからね、そ<う>制限してって感じだから。 一番通風に悪い食べ物知ってますか通風に悪いうんプリンタイやら何やらありますけどねイクラとかあー干し椎茸らしいですよええー、なんでプリンタインが多いの,のうんひどいって言ってましたあのビールとかよりも何杯もへー食べられるのチーズぐらいって言ってましたよ、えー、よかった嫌いでただ干し物ダメって言ってた干してるものへえー。うんあとイカとかも関わってたな <で>ああだいぶ絞られるっていう、うん、あの、なったら。で、これもダメ、<言>あれもダメ、これもダメって言われたら、もういやもう全部食うで前と思って、今普通に食べてますって言って。怖っ。そう、だから俺もっと悪くなっていくと思うんだよね。怖っ。ツって,て。<laughs> っていうか、階段とかのせいなんじゃないの、うん、いや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 、違うよ。<laughs> いや、いや食生活やばい。横で見てたらやばいもん。もいいもんなんか食べてるイメージはちょっとある、ね、食通なんで、うん、むちゃくちゃ酒飲みますし。 ね、しむちゃくちゃいいもん食べますし、んんいいね、うん、だから、壊してて、これじゃまずいんちゃうかなと思ったら、話してたら、そこに北真子さんも来られて、うん、おー、みたいなんで、で、やっぱり、緊張するんですよね、北真子さん入られると、ぐっと緊張して、あ、これ、マジで今日あんのかよって思っちゃうぐらい、分かってるけどね、あるっていうのは緊張してて、はいはい、で、何人かで話してる時に、まあ、北眞子さんも、うん あの、緊張してるの分かってるから、うん、現場がね。だから、たくさん話しかけてくれるんですよ、みんなに。ああああこうで、こうで、いやいや、まゆくん大丈夫かよ、足、うん、とか、あいさく今度よろしくね、とか、うん、またなんかあったら、とか、いろいろ話しかけてくれて、ビワっていうのはどうなんだいとかでビワ、あ、そうなんだかん、なんとかんとかって話してて、すごいなんかほんままとめてくれて、で、うん、これなんかね、思うんですよ。本当に、あ、北野誠のために本気でやらなって思っちゃうぐらい、魅力的な人で、うんうん、で、あ、きちっとやろう、本気でやらなって、やっぱり、 また、思って、ってそこで。うんうん、で、リハーサルやって、うん、終わって、で、お客さん入る。で、北野真子さんが前座というか、うん、その、今日は来てくれ、ありがとうございます、みたいな感じで、お客さんの前で言うんですよ。うん、うまーくやってくれた。貯めてくれて、笑いもとって。うんうん、ほんで、林エセ君、じゃあお願いしますって言われた時に、頭に2択浮かんだんですよ。うん、こう、笑いとっていいんかな っていうのと、<ー>ガチで20分階段やり続けるか。なるほど。まあ確かに。どっちにしようと思って。入り方がだいぶ変わるよね。そう。うん、で、毎回そういうところで二択ミスして、えらい目合ってるから、<laughs> 今までも。<laughs> そんな、そんなに二択するとこあるか <laughs> 前もなんか話しましたけど、山口先生のイベントに、 うん、参加するしないとか2択マジでミスってテレビ業界から押されかけたみたいな話しましたけど、うんうん、結構2択を大事なところをミスして、お叱りを,を受けているから、ここどうしようと思って、うん、まあ、決めてもらえば。でも、自分トップバッターやし、うん、まあ盛り上げた方がいいんかなと思って僕はちょっと笑いを交えながらにしたの。 なんか、もう嫌な予感しかしねえけど。みんなもう階段、ガチ階段を聞きに来たー人ばっかり。うん。うん。で、笑い取りに行ったろうと思って、まあ、盛り上げやし。トップバッター。ちょっともうちょっとお前逃げてないそれは。いえ、トップバッターだし。トップバッターだし。ちゃんと怖い話もしてますよ。その後にはね。お、これで行ったろうと思って。行くの。耐えられなかった感がすごいけど。行くのよ。うほんで行って。 どうもってなんか赤い絨毯みたいなのがあって、うんうん、その上に明かりが一つだけふっと灯っていて、うん、で、ちょっとなんか怖いの話しますぜみたいな椅子があって。もう,もう雰囲気づされてるから。頭をスッと下げて、うん、頭をここで下げて、その後に椅子に座って話し出してくださいねって言われてんの。あはいはい、もう頭下げんのも恥ずかしくって、まあまあまあ、行儀よく。だから、あの、ヤンキーの先輩が来た時みたいな、 とまた広げて、す、みたいな <laughs>。はいはい、恥ずかしいからね。はいはい。おいっすー、先輩みたいな感じで、頭下げて。うん、で、椅子にふっと座って、あれ見ちゃダメっすね。たくさん人来てて当たり前。うん、速感というか、まあ、満席なんでしかも、うん、ふっと見たらお客さんの顔見てもって、うん、急に緊張しちゃって。うん、あれこれ、見たく合ってるよな、俺って。うん、これマジのやつやった方がええんじゃん。そのままスッと。そこでまだ迷ってまた。 この話はですね、って、普通に入った方がいいのか、それとも、いやー、言うて入った方がいいのか、どっちやろうと思って、でも目を見ると、みんな真剣に聞きに来てんすよ。そうだろ。笑いとったのかな、と思って。いや、最初に思った方で行こうと思って、最初こんな感じのことを話しる時ので話しますね。 いや、僕ら、都市ボーイズ言って、8年経ちますよ、もうやってね。で、まあ、こんないいところでイベントなんて声かけてもらってるなんてうのはないですよ、と。で、まあ、8年もやってりゃね、もう数百イベントこなしてきましたよ。その中でもひどいもんもありましたって、キャンプ階段言うのがあってね、言って。キャンプしてるコーラに階段話すんですけど、左目にずっと懐中電灯の今日を当てられんの。眩しい眩しい言うて。で、他でもなんかあったのが2016、17やったかな、と。初日の出 あって、そこで階段制言って、初日の出が東から上がる、それをなぜか都市ボーイズ西から迎え撃つって言って、初日の出に勝てるか、言って、最初っからあっち向いてましたわ、誰も聞いてくれなかったって言のんしたら、うん、受けて、うん、ほっとして、うん、で、そっから、<laughs> いや、まあこんないいところないから、ちゃんと階段やらせてもらいますねって言って、始めるんですよ。うん、で、まあ一通り全部終わって、20分やれって言われて、結果、<お>15、16分やったんですちょっと巻いちゃったんですけど、うん まあまあ20分超えるよりはいいかと思って。で、出て、ちょっと短くなっちゃいましたかねってっいや、ちょうどいいぐらいすあございますって言って、そのさに言われて。で、楽屋戻ったら、今まで経験したことないんですけど、褒められたいって思っちゃったの。わかるあの、僕らってさ、横並びでやっていて、階段を1話話して楽屋に戻るなんてないじゃない ああ、確かに、ね。ずっと横にいるから、かそう。そうね、なんか感想があったとしても、その現場で言うんですよね。え番壇上で。うんうん、で、あ、面白かったねとかって言うんだけれども、どど1話話して戻るって経験がないから、うん、聞くだけの人があんまりいないもんね。だから、その会場のさ、横のところに、その、 出役の人、スタッフさん用の通路があるのよ。はい,はい,はい。薄暗い。そこをね、ぐーっと歩いていって登っていくの。うん、ちょっと坂になっているから、うん、あれ、えー、っと、席になっているからね。うん、そこぐーっと登っていって、楽屋に戻るのよ。もう褒められたいなって思ってんの。うん、ちょっとうまくいったし、うん、ったし最初の受けも良かったし、うんうん、怖いところは怖くピシッと締められたなと自分で思っているから、こ,これ、ちょっと、褒めてくれんちゃうかと思ったら、うん、記者の誠さんが、うん すっごいよかったよっ拍手してくれて。川、うん、河野さんとかも、その、いや、いいね、あれ、あの、耳から離れないわとかって言われて。うん、ないから、こんなの。うんうん、すっごいグッと来ちゃって。うん、戻って褒められる。いや、これやで言て。<laughs> <何が S 1> イベント中のは、<laughs> みたいな。ん <laughs>。みんなこれにした方がいいわ。うん、横並びでするんちゃうで。一、うん、人話して戻って褒められる。これが一番いいんちゃうかって。うん、これがベストなんちゃうかって思っちゃうぐらい。順番にやって。 お互いい褒め合ううっていうのがそれなりに苦労はしたし、うん、本当は横並びが一番良かったんだけれどもでもなんかこういうのも体験できて嬉しいし座長であるね「石堤、うん」うん、あって言ってたかな、うんうん、っていう呼び方でまあ呼ばれてましたけれども、まあ、北野誠さんにも褒められて嬉しいないやこんなありがたい先輩方にねしかもトップの業界でも先輩方に褒められて嬉しいなあと思ってで次。 山内さんが入るんですよ。うん、山内さんが入って、で、えっ、ー、と、25分。話されて、うん、学校の階段の話するんですよ。うん、25分。うん、話して、しかもむちゃくちゃ怖くて、それも。で、七不死の話されて終わって、休憩でまた喋ってる時にもなんかいろいろ話して、もうその話が頭入らないぐらい嬉しかったんですよ。う野、ん、真ャさんとか、山内さんとか、カナ<ー>さんとか、うん。まだしがんでたんですかそう、まだ。<laughs> 頭で話してんだろ、他の。してる。全然入ってこない。<laughs> う入ってこなくって、うん、むちゃくちゃ嬉しくって、うん、いや、嬉しいなと思って、で、その、ちなまこ誠さんも、うん、これこうでこうで、調べると、お前これあれじゃねえか、って、うん、お前が話してたところ、これ結構やばいとこなんだね、って、で、こうで、あ、え、これこれこう調べても、って、僕の話した話を調べ始めて、ネットで。なるほどなるほど。で、え、これマジじゃん、お前。これすごいな、この話っ,って言ってくれて。うん そうなんです。誠さん。もっと褒めてください。うん、みたいな。感覚になってて。関テ調べたらこれいっぱい出てくるんですよ、これ。うん、もう、いい話でしょ。うん、うん、これ取材して一から、でわあ話して。いや、すごいね、ハイセ面白い面白いって言ってくださって。で、全部終わって。四十、うん、40分もあって。で、クロストークになるんですよ。うん、横並びに、ね。やっと横並び。うん。だかその時には、もう褒められ満足してるから。うん 喉から声出ないのも全然。なんでいや、もう。まあ、そんなにもういいかと。うん。まあまあ、だって、できる人たちい横並び。まあまあ。すごい素晴らしい先生方ばっかりなんで、うん。岩昇さんもね、面白いし。なんか、チさんが僕らの YouTube 結構見てくれていて。ええ、そう。で、その YouTube で見たあの話をとかってくってくれるのよ。うん。なんか、そこでまたすっごい嬉しくなって。うん。で、えっと、山家さんの話があって、その、坂田さんと、その、 カウナさんのこういうので苦労しました。この合わせるのが階段とビバっていうのがあって話を聞いてすっごいよくって、その日。クロストークも含め、なんか、ずっと、なんて言うんでしょうね。ちょ,ちょっと僕らってふざけ合いながらも、うちょっと真面目入ったりとかするじゃないですか。うんうん、で、北野誠さんがやってるイベントもそうなんですよ。うん、笑いを取りながら、うんうん、芸人さんですから、笑いを取りながら怖い話っていうのを考察したりするんですけど、なんかね、大人なんですよね、全部。うん,うん。一つ。まあまあ、わかるわかる。なんか、 考察するにしても、ここがこうでああで、みたいな。うん、で、あの、呪いとか曰くってのはどっちが先だと思うって言うんですよ。うんうん、人が亡くなるのが先か、うん、土地が悪いのが先か、うん、どうやと思う,うん、うん、とかって言ったりとか、なんかそこら辺つくんやっていう、うんうん、あんまりなんか僕らのイベントでやらないような。まあ、お互い、ちょっと好きやらば笑いとろみたいな感じじゃなくて。うんうん、じゃなく。ちゃんと、うん、あの、 これは知りたいみたいなものが強いってことだね、あと、あれなんですよね、絶対に北野誠さんが最後落とすって決まってるから、なるほど役割があるから。関う、石帝北野誠さんがのイベントなんで、誠さんが最後に一言言って絶対落とすんですよ。もう、それはもう流れがそう決まってるわけじゃなくて、そうじゃないですか、普通、普通、そうなんで、しかももう、 もう、遠く技術なんて、そんなもん日本でトップの方だから、任してもむちゃくちゃ受け取るんですよ。当然。面白いし、むちゃくちゃ。だから、なんか今までに経験なくって、今までってね、その横並びで、誰かが、ボーンと落とすみたいな、それを待って、自分もなんか好きあれば、落とすみたいなやってたけど、狙わなくていいんですよ。ほっといても、自然と。そう、完全に落としてくれるんで、僕らはなんかその不思議というところだけに、すっと入って、みたいなんがあって、全部なんか、すごい、 まあ、あんまり経験したことなかったんで心地よくって、うん、で全部終わって「うん、ありがとうございました」って言って頭下げあなんかいろあろ挨拶あっていろいろあってじゃあ,あの打ち上げを準備してるんでって言われて、うん、えう、ー、しいなと思ってみんなで行くんですけど、うん、地獄でしたね <laughs> 何が <laughs> そこまで完璧な流れなのに、うん、やっぱりねなんで地獄なんのそれでお兄さん、うん、天国があるっちゅうことは、うん 地獄もあるで。いや、あれは、なんで、実なぎなんで天国って、実、確かにね、実なぎなん天国があるってことは、地獄を知ってる奴が天国作ってるんですよ。もしくは、地獄を知った奴は天国知ってるから地獄って言うんですよ。比べられるから。だから、あ、あそこが天国なんだって言って、地獄に行気がついた。んぞ。そういうことやそうか、その日のイベントは天国だったんだ。なりようがないです、そんな。地獄やって。 あのー、まあ地獄っうか、メンバーはいいんですよ、全然ね。うん、みんな参加して、お話していくんですよ。うん、で、さんも北野真子さんも、カナさ,さんもすっごい面白い話をわーッとしていくの。で、スタッフさんも言ったりで、わーって言うんですけど、あのー、僕は、通路と奥側の、席が見える側に座ってたの、唯一。演者で。ほうほう僕だけでしたんですけど、うん、奥、全員反射でしたね。はははは。これ、 あの、あそこのさ、渋谷のさ、場所がちょっと多分良くないのよ。なんでそんなことになるのだって、スタッフでしょ、基本。が選んだんですけど、大阪の人なんですよね。だから多分土地感わからんと渋谷の選んでるんですよ。で、あの、居酒屋とか、なんか小料理屋とかじゃなくて、バーなんですよ。で、えっと、個室がない。 だから、一室でやってて、そう。だから、えー、なんていうんですか、カウンターがあって、で、横にちょい座れるとこがある。そこの良い、ちょこ、ちょこっと座れるとこに僕ら座ってるんですよ。それで僕、ふっと見えるもんやから、完全にみんなタトゥー入ってるし、あとその、接着してくれる女性、ち父、透けとんすよ。うん、いいしょ。最高や。嫌でしょ。なんなんすいや、天国終わって、じゃあご飯食べようかって言ったら、 まあ、その、すごい愛嬌ある、ものすごいいい人でしたけど、女性はね、うん。うん、チッチ透けてんすよいいいん。どこがやねん。天国や。嫌でしょ、そんなの。<laughs> 実なぎだった。それで、実なぎじゃねえよ、全然。離れてるわ。<laughs> むちゃくちゃ地獄や。で、みんながさ、俺は知らない。俺だけ知らない。俺だけ知ってるからか、うん。うみんなは知らないから、ずっと階段の話するんですよ、うん。なんとかかんとかでね、つって。ビールお待ち出してくる女性。チッチ透けてんすよ、うん。いやいや。 いや、気になって、そっち。いやいや、気になる。気になる方が変だよ、それ。いやいや、おかしいっつって。集中、集中してないよ、お前。あの、スポーツブラみたいなのあるじゃないですか。それ黒いスポーツブラみたいなのしてて、上透けてる子着てるから、もうスポーツブラ丸々見えてるんですよ。丸見え。で、後から何人か入ってくるんですけど、完全に反射のやつで、ちち透けてんじゃん、お前キャッ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 キャ何がおもろいんだよ、こいつらみたいなんで、ずっと笑てて。いいだろ、別に。関係ない人だじゃでしょ、要は。 僕らとはね、関係ない。関係けれども。まあ、その、声を上げるのは全然いいんですけど、かなり下品なんですよ。喋ってることが。なんぼなんぼお前なんぼなんぼって言って、私は売り物じゃないですよ。ここで、いろいろ、物を売る側ですから、私は値段ついてないですよ。だとしても、いくらて高いですよ。高いですよ、私は。つって、えお前高えの下品な 下品だなみたいな。うんうん、で、僕の方に最初からいた、ちょっと社長っぽい人と若い女性がいたんですよ。うんうん、その流れを見て、そのうわ騒いでるのを見て、お会計、すっとして逃げていったりとか。あ <laughs> そこって、打ち上げとはちょっと。似つかわしくない場所合わない。だから、最後、むちゃくちゃで、しかも、僕、そういうとこすごい苦手なんで、黙っちゃって、下をずっと見てるんですよ。喋、うん、らんと、うん、誰とも。 あんなに楽屋でワーキャー喋ってたのに苦手だからそういうの。だから1時間2時間ぐらいいましたけど、僕2言ぐらいしか話してなくて。帰れよ、もう。住みやから帰れないですよ。いいや、もう。いいだろ、それ。住みやから帰れなくて。で、まあ、質問されたら全部返すぐらいで、しかもそれも多分全然面白くない。はい、いーエグルしか言ってないから、もう話も振られないし、ずっと下向いてて。奥さんとずっと会話っていうか、LINE で。やりとりしてて。で。帰れよ。 えっと、言ってて。ああほんで、あの、全部終わって、こんな人間が、電車なんか使って帰っちゃダメだな。ましてやタクシーなんて。また,またそれだ。って思って、ああそういう気持ちになって、うん、山優さんはまあ、通風やし、うん、で川名さんも、北野幕さんも、まあ、タクシーで、拾ってもらって帰るんですよ。まあ、はい、んうん、さんどうします僕は歩きで。え歩き家までこっからどれくらいからですか ?2 時間ぐらいじゃないですか調べてもいません。 ああ、そう、そう、そうですか。でも今、11時過ぎてます。12時前ですよ。ここから帰ったら2時とかですよ。ええ。単純計算。そうですね。あ、お気をつけて。うん、本当に、ゆーっくり右左に揺れながら帰ったわ。<laughs> 俺みたいなものが、電車タクシー使ったらあかんわ言っ、言て。打ち上げ行かなきゃ 気持ちよく帰れたんだ。いや、でも、打ち上げ、いや、本当は、そうなるの分かってたから、そもそも、苦手だから、帰りたかったんですけど、いや、北野誠さんいらっしゃるし、河原さんもいらっしゃるし、山根さんもいらっしゃると、なかなか断れないでしょ。いやいやいや、まあ、そいつ、行いた方が気使うけどまあまあね、揺れながら、2時間かかって帰って、で、あ、連絡入れとこ一応。 と思って、ああね、今日はあざいました」って言って送って連絡して、うん、で山井さん連絡したら「うん、苦手でしたよね完全に」って書いて <laughs> バレてて <laughs> それそうだろすいません <laughs> <私>さっきまで喋ってたやつをしってねえんだから失敗しましたね <laughs> 知らねえよ分かったなあし。いやだからもうもう打ち上げやっぱり打ち上げはもういいかな うん。うん、だって。気持ちよく帰れた方がいいよかったじゃん。どこ行っても反射おるもん。いや、ま、いるよな。たっぷ入れまくるやもん。新宿あたりは。調子部のアッコの通りな。う坂のところの通り。いや、やうるせえもんだって、アッコ。超うるせえ。夜。うるせえ。マジ夜のうるせえ。声でけんもん。声でけえ。チラチラこっち見るんですよ。多分、北野真子さん知ってるから。うん。なんか面白いこと聞かせたろうと思ってるんですよ、あいつら。いや、俺、だから、誰かが揉め出したらかと思ってさ。でさ。それが怖かったわ。北野真子さんもやっぱうるさいから、ちょい見るんですよ。 こう、ぎっと睨む、睨むはないけど、ぐっと見るシーンがあって、ちょっと、あっ、て思った。こういう時って、おい、うっさいんじゃって、俺が言った方がいいのかなとか、一番、いいわけねだ下っ端だし。なんでわ火種を作るのいや、その北野さんが言うんであれば、おあちょっとお前らうっさいから静かにしといてくれって、北野さんが言う前に、俺が言った方がいいのかなとか、いろいろ考えたら、あっという間だったわ。 喋らずに。変な気遣いしてたら。そうそうそう。いや、そりゃそうよ。全然やっぱうまくいかないね。人、人付き合いっていうのはね。まあまあまあ。うん。まあでも、いいじゃん。内容が良かった。内容はね、良かった。そう。内容は良かったけど、なんか、さ、失礼な話さ、打ち上げで人選決めるやつやっているじゃん。そんなことあるいやいや、打ち上げがすぐ気持ちよかったら、この人次も呼ぼうっていうのがあったりするじゃん。いい中にはね。確かに。中には、中にはですよ。 ちゃんとね、あの、気、聞くやつだなとか思われるみたいな。舞台上での出来よりは、打ち上げでどんだけ盛り上げてるかみたいな、そう。そっちで選ぶ人たちも悪くない。い,いるから。いるので、うん、こりゃこりゃこりゃですよね。<laughs> にそこで戦わなきゃいいだけだけど。<laughs> こりゃこりゃだなって思いましたよね。<laughs> うん、生きづらい世の中やで、ほんま。うん、これで、次回から呼ばれなくなったら笑うけどな。その、うん 打ち上げだったんだ。大事だったなって。あいつ、なんかわかんないけど、反省して2時間歩いて帰ったな。気持ち悪。もう次呼ばんとこ。まあまあまあ。どうなるか知らないけど。でもまあまあ、きちっとね。仕事はできた仕事自体はできてるんですよ。で、この、あのイベント。アーカイブオンライン。はい。ありまして、ありますので。 ぜひ調べてください。そしたら、あの、出ますので、はい、オンライン公演視聴チケットですね。うん、ぜひぜひそちらもですね、えー、見ていただければ。もう、山優さんの長尺階段もですけど、えー、川名さん、坂田さんの、うん、あの、階段、琵琶奏者と、語りみたいなのが入って、うん、それもすっごい良かったので、ぜひぜひ、クロストークも素晴らしかったですし、ぜひぜひ見ていただければなと思います。はい、以上です。ありがとうございました。